膵臓十二回葉十二指腸。肝臓やばそう。あいって。ああ。待って、俺歩けないんだけど。俺吐きそうなんだけど今。いって。気合。ちょっと一回。いやいや。いいね、でも。いや、いいよ。くつろぎの時。触りたくなっちゃうよ。93年だから生まれた年だ。そう、俺らと同い年の作品って。こっち94年一個下。二人旅でも意外と ちっちゃいはしてんだよね。うん、一番なんかしやすいけどね。まあそうだね。うん、考えてることも大体一緒だもんな。そうだね。ああ、もうそっち終わったんでしょ。うん、ちげえよ。去年の今頃。そうだね、学校の階段。学校の階段だね。最初は本読みだ。本読みときだ。あ、はじめましてなんとかですみたいな。あ、嫌いだなと思ってそうそう。まあ現場ではすぐ仲良くなった方じゃないかな。そうだね。あ、すごい。すげえ、なんかいいところ。ラーメン。さっき地酒屋みたいなあったよ。地酒。こんにちは。こんにちは。あの、予約した間宮と成田です。成田です。ありがとうございました。身長で、うん、LL だな、僕ら。 LL ピンクあるなこれでしょ、とりあえず。あ、俺、うん、そう。あなたはそたろ、逆になんで SS なんだよ逆になんで俺、オイランみたいになんなくちゃいけない。ビタビタの。え、青でいいんじゃないの。すげえ、おっすっごいじゃん。すごくない。オーシャンビュー。オーシャンビュー、なんだね。オーシャンビュー、オーシャンバードっつってんじゃん。すごっ、こんなパノラマ。しかもなんかすごい横広の、すごい横広の窓だね。すごくない。これちょっと面食らったわね。面食らったわ完全に。いや、いい。ちょっと上着の俺脱いだら、俺畳みたいになるけど大丈夫お
二人で旅行すると二人で旅行したって感じだよね。そうだね。なんかさ、わかんない、男の二人旅って傷の名前はないんじゃない？え？いや、わかんないけど、普段じゃ実際こうやってね、うん、旅をしてしたらさ、結局何について話すかってさ、傷の名前なんだよ。なんかもう悩みとかこう普段さ、うん、張って生きてるわけじゃない、うん、その張ってるない部分を、うん、そうだよなって言い合う、うん、なんかちょっとやっぱり切なさは伴うと思うんだよね、男の二人旅って。なんかしかもまあこういう立地だとね、余計ね、そんな気がする。でも二人でさ、うん、旅すると、あ、二人で行ける関係性なんだなっていう確認にはなるよ ね、 ね、手とか繋いじゃいそうだよね。は？え？おお、めっちゃ光ってるわ。これやばいね。こんな気持ちいい絵ないよ。こんな気持ちいいよね、向こうの太陽の照りつけ。なんかここ泊まり込んで映画撮りてえな。これは気持ちいいわ。